敵よ。ダウン！一斉攻撃！
ごいわ。サンキュー。はっ、いたいた。敵よ、クリティカル。ついてこれるか。使うよ。でも、やあ。使うよ。トレジャーボックスがあったぞ。トレジャーボックス。発見。私たちの勝利。進化。発見。ヘイトを散らして。発見。クリティカル。クリティカル。クリティカルでしょ。私が。これで大丈夫。痛いか。ここが SB 市。他にプレイヤーは見当たらないし、私たちが一番ってね。
これで。ソニー決めるか。ソニーやっレベルアップ、もっとやります。よし、レベルアップ。God damn it, bro. This is gonna stay with me for a while. God damn it. お疲れ様。クエストクリアをみんなでお祝いしましょう。クリアおめでとう。いっぱい用意したからどんどん食べて飲んでね。みんなお祝いに駆けつけてきてるんだから、今日は寝落ちするまでパーティーよ。やっぱ。みんな飲み物は持った？よし、それじゃあ SBC フリューゲルの最終クエストクリアを祝って乾杯。乾杯。
Wow, yeah, I haven't tasted that flavor in a while. ナイスファイト。あなたの最後の選択は正しかったと思うわ。Root beer float. おめでとう。長いクエストだったけど、とうとうクリアできたね。本当、鍵を集めるのも大変だったよね。でも、みんなで頑張れたのは楽しかったな。そうそう、フィールドボスも強くって倒しがいがあったよね。うんうん、まだまだ探索してないフィールドや地下遺跡もあるし、またみんなで行こうよ。もう、いつもサポートする側の身になってよ。強い敵や面白そうなものを見つけるとすぐに突っ走るんだから。わかってるって。おめでとう。お姉さんがいっぱい褒めてあげるよ。よかったね。君たちと一緒に達成できたこと、僕絶対に忘れないよ。私も今日のことはしっかりメモリに記録しています。キリトやあなたたちと過ごす時間は、お伝えすることがあります。セブンがおめでとうと言っていました。研究に余裕ができたら GGO に来たいそうです。I thought we were all safe, because, like, you know, they have Yuki here, you know, all that stuff. I'm like, okay, so you're not gonna kill off any characters in this. Well, I was wrong. 本当？セブンも GGO で遊べるなら嬉しいな。あなたがいれば、これからもきっといろんな楽しいことがあるよ。はい、私もそう思います。ねえねえ、報酬はどうだった？面白いスキルが手に入ったんでしょ？これでますます強くなりますね。面白いスキル？その情報はいくらで売るかい？おっと、商談。さあ、今日はみんなたっぷり楽しんでいってね。おーい、俺様も駆けつけてきてやったぜ。ジョーだ、嬉しいだろ。 What's up, Joe? Think about it. Did I ever finish his bubble? His things? I don't think so. Kureha, もお疲れ。これでさ、キリトさんらしくね。え、前から気になってたんだけど、二人はキリト君のことが好きなの？え、そうだったのですか？何を言ってるのかさっぱりわかんないわ。そうです。全然わからないです。動揺するのは図星を疲れたから。そうですよね。まあ、その通りよ。さすがデイジーちゃんは賢いわね。だから私たちは別に。そんなムキになって隠すことないじゃない。人を好きになるって素敵なことだと思うわ。
私もそう思います。うっ、レイちゃんの純粋な目が眩しい。で、本当のところはどうなの？うん、あ、ずるい。もう二人とも素直じゃないのね。セリスカだけには言われたくないわね。だいたい証拠はあるの？証拠は、証拠って言われても、キリト君を見る時の表情とか普段の話題とかというか、逆にわからない方がおかしい。私、わかりませんでした。あなたはいいのよ、 AI なんだから。これから一緒に学んでいけば。マスター、恋愛感情については私。そうね、じゃあ今日はお勉強会ね。ちょうどいいところにサンプルが2人いるから。ちょっと2人の行動パターンから恋愛感情を学ぶことができる。そんなの記憶しなくていいですよ。まったくもう。それにしてもキリト君も隅に置けないわ。こんな可愛い子を2人も。よく考えたら2人どころじゃないわね。そうなんですよ。なんか気がついたら新しい女の子を連れて歩いてるしね。ネットゲームやってる女の子なんて少ないの。下手したら私より女の子の知り合い多いですよ、キリトさん。キリト君ってモテそうだものね。マスターだって負けていませんわ。それはもう。それは気になる情報ね。詳しく教えてもらいたいわ。そこのところどうなの？確かに君もちょっとモテそうな気配が。なんとなくキリトっぽいところがあるからかな。そういえばちょっと似てますね、雰囲気というかオーラというか。The main character aura. です。で、いつかキリト君みたいになってしまわないかちょっと心配だわ。もしモテモテになってもきっとチェリスカさんが見張っててくれますよね。それ想像できるかも。なぜ私が出てくるの？だって無冠の女王がスコードロンに入るなんて。このスコードロンだから入る気になったんですよね。それはそうだけど、でもそういう意味じゃなくて。私の話はどうでもいいわ。ゼリスカの話も気になるんだけどな。ダメダメ、これ以上は内緒。大人には秘密。ずるいですよ、ゼリスカ。大人の秘密、かっこいいですわね。マスター、マスターには秘密はあり。それ聞きたい。君はどうなの？マスターは私のことが大好きですわ。あら、羨ましいわ。それ、どう？もちろん。勇気って本当。どうしたの急に。いきなりそんなこと言われると照れるよ。謙遜することないわよ。さっきの戦いですごい活躍だったじゃない。クレハの言う通りですわ。勇気はかっこよかったです。ねえ、どうやったらあんなに強くなれるの？何か秘密の特訓してるとか？勇気の強さの秘密か。それはオイラも気になるな。ぜひ聞かせて。そう言われてもな。僕こ…それでも構わないわ。まあそこまで言うなら。と言っても経験…経験？勇気って…GGO はね、
VR 空間での動き方とか敵の動きへの反応の仕方とかそういうのは。なるほど。やっぱり時間かけて練習して上手くなってくしかないか。そうだね、地道な努力が一番だよ。勇気の場合はそれだけじゃない気もするけどな。え？アルゴ、それどういうこと？やっぱり勇気には何か秘密。知りたい。もちろん。いいのか、この情報は根が張るぞと言いたいところだけれど、これはあくまでオイラ個人の。あら、珍しいわね。でも助かるわ。センスかな。時々いるんだ、他の人たちとは明らかに明らかに。まあ勇気もそうだし、他にはキーボーとかあーちゃんとかシノンとか、あとは君とかさ。当然ですわね、マスターは最強ですから。最強かどうかはともかく、とてもニュービーとは。ま、世の中にはすごい奴らがいるもん。どうしたんだ？それじゃあセンスのない凡人は。そんなことはないよ、オイラたちみたいな凡人のためにあるのが情報さ。敵を知り己を知れば百戦危うからずって言うだろ。情報さえあればどんな強敵にも勝つことができる。なんだ、ただの営業トークか。いやいや、嘘偽りない本心だぞ。でも勝つための情報収集はすでにもうやってるしな。あ、じゃあさ、一気に強くなれるようなすごい特訓の情報とか売ってない？ああ、そういうネタは売ってないな。勇気。そっか。ま、そんなうまい話は転がってないわよね。クレハは強くなりたいんだね。うん、強くなりたいよ。クレハも十分強いと思うけどな。ほとんどトッププレイヤーみたいなもんじゃないか。そうですわ、クレハは強いです。ありがとう。でもこの程度じゃまだダメなの。もっともっと強くならないと、誰にも負けないくらい。クレハの気持ちはちょっとわかるよ。僕も誰よりも強くなりたい。強くなって僕はこの世界にいるんだって証を残したい。勇気もそんなこと考えるんだ、あんなに強いのに。今の強さは関係ないよ、むしろ今よりもっと強く。強くなりたいってのはオイラも同じだぞ。私ももっと強くなりたいです。もうみんな強くなったら意味ないじゃない。でもちょっとだけ安心したかも。みんな強くなるためにいろいろ悩んでるんだね。よし、それじゃあ早速次のクエストを受けに行くわよ。I need something sweet right now. Cold and sweet. いっぱい戦ってもっともっと強くなるんだから。This one is Joe.
using one hand again. Come here. I want to know more about you.見つけたわ。今日もやっぱりここに来てたのね。You know we're gonna get caught this time, right, Kuraha? 前と同じです。何か独り言を言っているようですわ。さ、声をかけて。Of course I'm up. お前さんたちは。なるほどね。それで俺様をつけてたってわけか。教えてください。私という AI にこだわる理由と何か関係があるのですね。ああ私も興味あるわ。まあ何が理由でもレイちゃんをあっさり譲るつもりはないけどね。へいへい、そいつは分かってるさ。一部でここがデータベースグレイブって呼ばれてるのは知ってるか？ Yeah, we learned that from Ray. Or her. ええ、レイちゃんに調べてもらったわ。プレイヤーが作った AI のお墓があるって。そうか、さすが俺様が気に入っただけあってクールなナビっぷりだぜ。ということはここにあなたの AI が。俺様の相棒、そう、そいつをここに祀ることにした。祭るって言っても体も何もないから気分だけのもんだがな。あくまで個人的にそうしたつもりだったんだが、俺様の真似をするプレイヤーが増えてきたみてえでな。それでいつしかデータベースグレイブなんて呼ばれるようになったのさ。So you started a trend. あなたが最初の一人だったのね。I didn't have enough room. ああ、俺様は昔 AI と働いていたんだ。そうだ。俺様は田舎町のしがない警察官だった。万年人手不足の署だったんで、警官をサポートする AI 付きのパトカーが試験的に導入されたんだ。Huh? Really? その AI にはそれぞれ面白い性格付けがされててな。性格のある AI なんか面倒だっていう仲間もいたが、俺様はその一つが気に入った。そいつを相棒と思って一緒に町の平和を守ってたんだが、There's a lot of bubbles. もしかしてその AI の性格がレイちゃんに似てたの？そういうことだ。だがある日、町外れの廃工場へ巡回に出た際に事件、そこに犯罪者たちが隠れていたんだ。俺様はパトカーで奴らの乗った車を追い詰めたが、俺様の相棒である AI はネットワークも届かない場所でな、復旧やロールバックもできなかったんだ。 AI の墓なんてリアルには作ってやれねえからな。ここに墓標を作ったつもりになってたってわけだ。
これが俺様の情けねえ話ってやつだ。見損なったかい？ま、最初は相棒に似てるってのが発端だったんだが。だが今はアファシスちゃん自身に魅力を感じてるのさ。だからよ、これからもしつこく挑戦させてもらうつもりだぜ。あの人にあんな過去があるなんて知らなかったわね。はい、あの人には相棒さんとの絆があったのですね。でもレイちゃんと私たちの絆だって負けてないでしょ。はい、そうですわ。私もマスターやクレハや他にもたくさんの人と絆を結んでいるのです。ジョーがそれより強い絆をレイちゃんと結べるか見ものよね。ねえ、はい、私も頑張りますわ。なんだ？ん？オッケー。うん。そうか。サンキューな。ですが。なんだ。オーケー。おう、ここはお前さんのベッドとすまねえ。そいつは気づかなかったぜ。あまりにも寝心地が良かったもんでな、少し休ませてもらったわけさ。そう構えることはねえだろ。俺様はお前さんを狙ってターゲットはたった一人。ん？そうか。ジョークさ、いくらアグレッシブな俺様でもさすがに。ま、アファシスちゃんのマスターは今のところお前さんだからな。でもそうだな、アファシスちゃんを手に入れるためにはお前さんって。よし、寝る前なんだし時間はあるだろ。ここはお互いのことについてもっと話そうぜ。フレンド同士のトークってやつ。え？どんだけ仲良くなってもアファシスちゃんを渡すつもりはないって。それで構わねえさ、最初はな。 It ain't happening, Joe. She's mine. いずれ俺様のことを認めて、その印象もチェンジするかもしれないぜ。楽しみにしておくことさ。No, no, no, still not happening. ありがとな。Good night, Joe. Still
want me to talk to him? Yes, we do. I'm fine with that. I get attached to my fucking characters. なんだ。オッケー。ヘイ、今日も寝る前に来い。わかってるって。仲良くなってもアファシスちゃんは渡さないってんだろ、mm-hmm. ああ、それでも構わないぜ。お互いをよく知るためだからな。ゲームの攻略話はいつもしてるし、それ以外にしようぜ。あ、そうだ、ん、俺様の飼ってる猫の話をしてやろう。You have a cat? つがもう結構な年でな、動きも鈍いし、めったにニャーとも言わねえ。加えてよく食うだけのデブでおまぬけなジョーちゃんなんだが、そう、寝るときは必ず俺様に体をこすりつけるように寝るんだ。その寝顔を見てるだけで今度うちの猫の映像を見せてやるぜ。ほとんど動かねえけどな。さあ、じゃあ次はお前さんの番だ。お前さんはなんか動物は飼ってるのか？ん？なんだ、もう寝てるのか。そうして身を寄せて寝てる姿、ありがとな。なんだ。オッケー、やってやるぜ。うん、どうした？この前ここでお前さんが気にすんな、むしろ役得だったぜ。お前さんの寝顔を見、なんとお前さんの寝顔はうちの猫に似てるんだ。ん？何を赤くなってるんだ？寝顔を見られて恥ずかしい？いや、最初はアファシスちゃん目当てにお前さんとの距離を縮めるつもりだったが、アファシスちゃんのことは置いといて、これからも俺様とお前さんはフレンドってのは、ただの MA と共に戦う親友って意味だからな。ありがとな。Why? Because I actually do want
準備はよろしいですか？ Oh, wait. I got new outfits. Dude. よろしい、今日はどんな組み合わせ？ Oh, really? Ah, straight black. Yes. Actually, that's true. There we go. Alright, here we go. We got some pistols. Yeah, it is. Red.まずはじめに、今日はどんな…まずはじめに、今日はどんな組み合わせに？まずはじ運用はどうなさいますか？それお金のことでしょうか？それでは始めますわね。準備運用はどうなさいますか？準備はよろしいです。今日はどんな組み合わせ？それでは始めます。今日はどんな組み合わせに？ With M, the guy, his name is literally just M.
まずはじめに今日はどんなクッよろしいです。今日はどんな準備はよろしいですか？今日はどんな
それでは始めます。今日はどんな組み合わそれでは始めます。今日はどんな組み合わせ